Good evening, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, welcome to Ultimate MC Battle 2021. 2回戦続いて第6試合先行青コーナージェイク。後攻赤コーナーダッソー。8小節4本です。先行青コーナージェイク、後攻赤コーナーダッソー。ビートが変わるんだな。ん？変わんないな。さっきのに戻るっすね。セロリさんのさっきのに戻ります。一回聞いていいっすか。ザ・ブレイクビート。行きましょう。先行青コーナー、ジェイク。What it? 後攻赤コーナー、ダッソー。8小節4本です。DJ セロリ、レディー、ファイウェッサー、ダッソー。こいつ誰？あ、そう。必要ないぜ。北海道の代表どんなもんや。俺は4月に北海道のプロデューサーとアルバム出した。北海道でヤバいやつって誰って、こいつの名前は聞かへん。やっべ、やつらが集まり出した。まずは生かした言葉を吐き出す。噛みつく牙出す、スキルは効かす。つわもの切れ者出す、そう決まです。オンザマイクフォン、誰がやべ。じゃあこのワンパスで分からせ。若さが売りとか絶対言わねえ。その目かっぽじいて俺を見とけ。おい、落ち着け。若さは売りじゃない。飲んでも言うけど若さは売りじゃない。でもただ一つ言える、俺も30を超えた。若い力ってのは日本の未来だ。つまりはフューチャー、夕方フューチャー。夕方に吹いた風の中歌った。あの日のサイファー、お前もそうだろ。俺は今年のチャンプになる男さ。サイファーやってきたから来たから、吹く風吹くまでだって吹くセット並みにうまいに来てるぜ。でけえ声、ラップのうまさが前提条件だから、俺は戦いに来た。フロムは来た、歌いに来た。ジェイクさん相手と鳥ならば言葉と言葉声、こいつダミ声、こいつダミ声、そして早いだけ。そんなラップ世界じゃ流行りません。飾りだけではここじゃヤバくはで。俺に任すとけ、毎回一緒。俺バースずつ乗り方変えてんだけど。耳にタコができるぜ。勢いだけはここでストップで。勢いだけじゃねえことを分かってる奴らがいるぜ。噛みつくために来た真似事じゃねえ。そこでそこがオンダマル。やりたいことやるためにも完璧安定ないから、懺悔してさよなら出せぶばい。俺は奪いたいものは全部さ、ここでさよならジェイクさ。ウラテレ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 、歌詞何言ってるかわからないんだったら日本語抜かせる意味なんてね。お前ずっとラララって歌っとけ。こだわる日本語、天下一刀流、まるで日本刀。俺に任しとけ、お前は下で酒でも回しとけ。よう今年二十歳なったから、酒も組み越せる年になった。だけども年より扱いはしねえ。バイブズらしさで塗り替えてくぜ。俺の言葉聞こてるやついるから、勝てる客がいいんだろうが、いいだけじゃねえことだけわかる。ジェイクに本物の言葉で勝つ。終了。ナイスバトル。判定お願いします。先行青コーナージェイク。 OK。 後攻赤コーナーダッソー。まずはジェイク、陪審いきましょう。レディージャッジ。青勝者ジェイク。いやマジにいいよ。また来るぜ。いやー